ような奈良の魅力を発信していけるような、そういったものをできるアリーナを実現し、一部早期にですね、一部昇格を目指して頑張ってまいりたいと思っております。今シーズンは何が何でもプレーオフ進出し、皆さんと共に最後まで優勝争いしていきたいと思います。レギュラーシーズンの半分が終わったところでして、残り半分が来週、再来週から再開する状態にあります。我々も先ほど代表が申し上げた通り、プレーオフをつかめるように後半シーズンも頑張っていきたいというふうに思っておりますので、本年も残りのシーズンも何卒応援のほどよろしくお願いいたします。現状9勝中7敗で、まあ、9位という位置にいるんですけども、やっぱりクロスゲームをつかみきることがあまりできなかったなというのは一番の課題であり現実なのかなというふうには思っています。まあ、順位8位からプレーオフに行けるということで、今その一つ下の9位という位置にいるんですけども、まあ、実際の試合でもそうなんですけども、追い上げる、20点差を追い上げるとか10点を追い上げるって意外と簡単なんですけども、それをひっくり返すのってものすごく大変で、ものすごくエナジーのいるところで、で初めてそこで進化が問われるもんだと思ってます。なのでその9位から8位にする、8位から7位にするっていうところは本当に難しいと思ってますし、そんな、なんていうんですかね、簡単にできるものではないと思ってます。でそこで大切なのはしっかり計画性を持って、進めていくことだというふうに、思ってます。でそういう意味で、今月末に、奈良中央かな、で滋賀レイクスターズのゲームがありますけど、すごくそこのゲームの位置づけは大切だなというふうに思ってますし、選手には伝えてます。ディフェンスから速攻というスタイルをやっぱり確立してきてますので、よりそれの精度を上げていくということを考えてます。で滋賀の試合にもそこを突き詰めていけば、しっかりと内容は伴ってくるであろうし、結果も、掴み切ることができるんじゃないかなというふうに思ってます。チームの中で期待したい選手がいれば教えていただきたいんですが、ポイントとなる選手でも結構です。いない選手でも大丈夫です。いや、この4人ですよ。この4人で、はい、ではその理由をうちのチームの傾向としてやっぱり2点のシュートを取る機会が少ないで、フリースローを獲得する機会がすごく少ないんですよね。インサイドにアタックしてファウルを取ってくる、2点をどんだけ取ってくるかっていうことがものすごく重要だと思ってます。やっぱりそうすることでイニシアチブ取れると思いますし、やっぱり前半は、シュート2点と3点っていう2種類のシュートがバスケットにあるんですけど、ちょっと3点に偏りすぎたなっていうのがすごく見えますので、2点を取れる力があるのは、まあ、高校にいなければテラスターがいるんですけども、まあ、日本人では本田と笠原がどれだけやっぱアタックして、奈良で2年間3年目ですね、培ってきたものがどれだけ表現できるのかっていうことにすごい期待してますし、女子に関してもやっぱスマートに、バスケットを選んでくれると、うちの屋台骨ですので、そこはすごい期待しています。ご来場いただいている皆様に見せてあげてください。どうぞ。ではまずはじめに本田選手からちょっと聞いていきたいと思います。今年の一文字、前という文字を選んでいただいておりますが、どのような思いでこの前という漢字を選ばれたでしょうか。まあ、本当にシンプルに常に前を向くっていうことだけを考えて前という文字を書かせてもらいました。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは本田選手、後半戦に向けての、抱負をお願いいたします。まあ、そうですね、後半戦、まあ、個人的にはやっぱりヘッドコーチに言われた通りアタックをしなきゃいけないなっていうのはすごく感じてますし、まあ、勝つってことを考えていくと、チームディフェンスっていうのはもっと共通認識を持ってやらなきゃいけないのかなっていうのはすごい感じてるので、まあ、そこを練習から全員で共通認識を持てるようにみんなで練習していきたいと思います。これは実るという字ですね。はい、ではどのような思いで選ばれましたでしょうか。まあ、今まで2年間並んでやってきて今年3年目ですね。一応節目の年だと感じているので、まあ、プレーオフという結果で、まあ、実らすというふうに考えてこの一文字にしました。また、まあ、ブースターさんの思いを実らすということも含めて
この一文字で頑張っていこうと思います。もう今のでまとめていただいた感じもしますが、改めてすみません、後半戦に向けての意気込みも抱負も教えてください。もちろんプレーオフ、ここだけに、集中してやっていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。では続いて笠原太一選手に、同じように聞いていきましょう。選んだ文字は何でしょうか。進む、はい、ですね。はい、ではどのような思いで進むという文字を選ばれましたでしょうか。はい、前進し続けるのみという意味で、進むという文字にしました。ありがとうございます。では笠原選手も後半戦に向けて抱負をお願いいたします。はい、まあ、本田選手も言ったように、ヘッドコーチには、リングにアタックということがすごい求められているので、そういうところをしっかりやっていきたいなというふうに思っているのと、あとリバウンドがうちのチームはどうしても、少ないっていうふうにヘッドコーチもおっしゃっているので、そういうところをしっかりやっていきたいなというふうに思っております。アグレッシブという文字を選んでいただきました。 I pick my word as aggressive. I pick that because personally and as the team going forward in the second half of the season, every game is going to be toughno team is going to give us an easy win, so we got to go out and be aggressive and take it. Second half of the season, just play together as a team, play aggressively, and the goal has always been to get to the playoffs, so that hasn't changed. エドのヘッドコーチにお聞きしたいんですけども、オフェンスの部分ですね、現在の1試合の平均アベレージが73点ぐらいになってきてるんですけども、当初は62点、3点というところで苦しい時期が続いたのかなと思うんですが、良くなってきた部分と、まあ、手応えを感じている部分があったらちょっと教えていただきたいなと。はい、まあ、今シーズン始まる前から70点前後でオフェンス、ディフェンス終始したいなというふうに言ってました。で、まあ、オフェンスの部分で、オーバーカンファレンスぐらいからですかね、点数が自然と伸びるようになってきて、なってきたんですけども、まあ、一つ大きな要因としては、まあ、オフェンスのシステムを変えたということは大きく当てはまるかなというふうに思っています。あとはそのクロスゲームを落としていく いきまして、まあ、チャールズが合流したのが高松戦で、それ以降は、まあ、接戦を落として一桁点差で敗れるということはすごく多かったんですけど、まあ、その中で選手にですね、ファールっていうものをちょっと考えろよって機会をよく言ったと思います。やっぱりオフェンスの目的って点数を取ることなんですけど、やっぱりファールをもらうことっていうのはものすごく重要で、うちのチームは玉入れ競争したら勝てないチームですので、玉入れ競争するんではなくて、しっかりとバスケットを作って点数を目指してファールを取ることを目指してやっていくっていうオフェンスを展開していく中で、フリースローに立つ機会も増えてきましたし、笠原、本田、まあ、鈴木がインサイドに攻めていってレイアップを作り出すことも増えてきましたし、まあ、ジュリアスにしてもインサイドでアタックすることが増えたと思いますし、その徐々にファウルをもらうという意識が芽生えてきた。そのために必要なことが2点を稼ぎに行くということっていうことに落ち着いてきた。によって点数はまあ徐々には伸びてきたんじゃないかなというふうに思ってます。選手の皆様にお伺いしたいんですけれども、シーズン前半を通して、何かチームとしてまた個人として変化もしくは進化を感じている点があれば教えていただきたいのですが、シーズン序盤は、まあ、ヘッドコーチの求めるバスケに、まあ、型にはまりすぎてもうそれしかやらないみたいなことが多かったんですけど、まあ、中盤、まあ、今ここのとこ、まあ、得点も入るようになっているというふうに、まあ、さっき説明があったんですけど、まあ、いい意味でチームのルールのもと自由にプレーするっていうのが増えたので、まあ、そこが一番大きな変化だと僕は思っています。前半戦は、そのヘッドコーチとそのオフェンスのフォーメーションに関して話するっていうことが多かったんですけれども、中盤戦ぐらいから、チームで話し合って、そこから、ヘッドコーチに持っていくだったりとか、まずは自分たちで考えるっていうところをするようになったところじゃないかなっていうふうに思います。 I think that one thing that's been getting better for us is chemistry and communication. From the start of the season till now, that's gotten a lot better, and chemistry wise, you know,
getting new guys, just kind of learning what everyone wants to do out on the floor, and as that keeps progressing, we're just going to keep getting better.ですね、キャプテンの本田選手にお聞きしたいんですけども、現在4連勝中ということで勢いに乗っていると思われるんですけども、そのコミュニケーションが取れているというように感じてきたということで、具体的には、まあ、どういったようなところが、変化としてあったのかなというのを教えていただければと思います。そうですね、具体的に言ったら、まあ、オフェンスであったらそのシュートを打つタイミングだったり、そこで あそこでボールくれれば俺は打てると、そういうのがコミュニケーションとして、ベンチ試合中ベンチに戻ってきた時とかに話し合ったりしてますし、ディフェンスの部分ではコートの中ですごいみんなが喋るようになったんで、俺はここにいるよとかお前が行ってよとかそういうのが出てきてるので、それでやっぱそういうのが増えてくると自然とみんなやりやすくなってくると思うので、それで、まあ、勝ち星につながってる部分もあるのかなっていうふうには思ってます。バンビシャス奈良に来てよかったことですよね、はい、やっぱここにいる皆さんに出会えたことです。ここにいる皆さんに出会えたことです。デジャブでしょうか。聞いたことがあるような、分かりました、ありがとうございます。本当にやっぱプレーオフ行くには勝ち星をどれだけ一つでも増やさなきゃいけないので、まあ上位チームもですし下位チームにも取りこぼしっていうのはダメだと思いますし、まあ本当全部のチームにしっかり勝って勝ち星を増やしていきたいと思ってます。意外と遭遇しません。多分他の選手はみんな大きいからすぐ分かると思うんですけど、まあ、僕なんか私服着てたら全然バレないんで大丈夫です。そうです、自分はどちらかといえばインドア派なので。この前お風呂屋さん行ったら、はい、お風呂屋さんで、お風呂屋さんでなんか愉快だったらしいですよ。あ、愉快だった、はい、裸裸でね。そうですね、ちょっとなんかディスられましたね。ディスられました。はい、そういうこともありました。そういうこともありました、はい、じゃあお風呂屋さんで遭遇したと。